魂の拳を持つ男、館長青柳正史が入場してまいります。青柳シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー館長215パウンド青柳マサシ館長、館長赤コーナー290パウンドイズレフリー西永修一イーズ。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。掴んだ、喉元を狙います。掴みます。ハンマーを振りかざします。掴んだ、逆に返します。モンゴリアンチョップ強烈、足攻めに転じます。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。スリーパーホールドに入ります。ロックアップ、ロープに飛ばした。キチンシンク胃袋攻めです。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。あー、なるほど、そうだったんですか。ローキック組み合います。コーナーに振った。さあ土曜日の夜だけにその姿を突如現します。このイズノアマットの隠れキャラ的存在の正体不明の怪人は、土曜の夜だけにサタデーナイトフィーバーといったところでありましょうか。抱えます。ハンマーを打ち込んでいきます。キックを打ってまいります。行くのか、ロープに振ってストマックを狙ってまいります。ロックアップ、リング下に落とします。リング下に降ります。ラリアット強烈、あと返します。顔面ハイキック、このポーズです。ラフサッポーに転じます。組み合います。逆に投げてまいります。いやらしい攻めを見せてまいります。踏みつけてまいります。腰を落とします。これを食うと苦しいですね。そうですね、今の技は垂直に落ちましたからね。リング内に戻ります。こういう台形の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。場外に落とした、
場外に降りる。バックに回った。ジャーマー投げっぱなし。ストッピング強烈。抱き起こす。重いですね一発が。腰を落とす。バックフリップ、強烈ヘッドバット。リングに戻ります。すごい音がした。トップロープを奪う。ヘッドバットを落としていった。奥歯をかみしめた。パワーボム、パワーボム。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、立てるか。エルボーで切り返す。タックルぶちかわし。あと、うまく切り返した。ガチッと組み合った。あと、逆に投げていった。ストー、腹でチョップだ。組み合った。ロープに振った。キック強烈。掴んだ。すごい音だ。ヘッドバット、そのまま体固め。ロープに逃れました。ブロックした。のど輪に捉えた。のど輪だ。体を預ける。ここでロープブレイク。チョークスラム、カバーした。カウント3つ、カウント3つ入りました。頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。へしおれマイティタッグマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナーマイティ250パンドラッシャー、キムララッシャーラッシャー。250パンドアカーコーナー、エーゲン240パウンド井上正穂。正穂240パウンドマイティー井上。マイティーマイティーいけー。レフリー西田修一。エーゲン、木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ、桃田さん、
正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。エルボーを入れていきます。腕を捉えます。あと返します。掴んだ。逆に返します。組み合います。切り返します。エルボードロップ。蹴りを見舞ってまいります。逆に振り返した。乾いた音が館内に響きます。組みに行きます。ロープに飛ばした。あばら折りに持っていきます。ここでタッチです。カウントが入ります。ロープにブレイクしました。立ってまいります。スイッチしてまいります。蹴ってまいります。腕を取ります。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。逆に振り返して、ロックアップ。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。起こします。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。フロントからのキック、行くのか。フライングメイヤー、この辺り入ってますね。そうですね、これは見た目以上に効いてるはずですよ。ええ、キックを打っていきます。組み合います。逆に振り返した。このあたり気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。蹴ってまいります。打ち込んでまいります。小脇に抱えます。エルボーで返します。ここは戻ります。蹴りを見舞ってまいります。組みに行きます。逆に倒します。全身でぶちかましてまいります。足を狙ってまいります。膝を狙ってまいります。
ストンピング、蹴りつけてまいります。足を殺してまいります。膝を殺してまいります。呼吸を整えています。キックを打っていきます。さあ、この辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々生きてきますからね、要注意ですよ。そうですね。フロントからのキック、掴みます。乾いた音が館内に響きます。腕を捉えます。エルボー、立ってまいります。掴んだ。ヘッドバットを打ち込んでまいります。掴みます。キックで返します。10分経過、掴みます。させません。あっと、エルボー、腕を捉えます。あっと、エルボー、逆水平を打っていきます。行くのか。リング下に落とします。スイッチしてまいります。打ち込んでまいります。張ります。パンチで返します。ここでタッチです。チョップが唸ってまいります。フロントからのキック、ロックアップ、ロープに振った。あっと、後ろに投げてまいります。息を整えます。エルボードロップ落としてまいります。張ります。掴んだ。立ってまいります。乾いた音が館内に響きます。返してまいります。肩をつけます。肩が上がります。打ち込んでまいります。張ります。抱えます。あと、リバースで返してまいります。老快なテクニックを駆使してまいります。ロープに逃れました。組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。スイッチしてまいります。間を取っています。あっと、逆に捉えた。足攻めに転じます。逆水平、ロックアップ。あっと、返します。乾いた音が館内に響きます。テイクダウンを奪います。スリーパーに捉えます。掴みます。いやらしい攻めを見せてまいります。15ミニッツパース。腕を取ります。腕攻めに転じます。立ってまいります。腕を捉えます。腕折りに移行してまいります。腕を取ります。返してまいります。起こすコブラクラッチの体勢。
あっと返していった。ブレンバスター行くのか。打たせない。スリーパー、さあタッチ。あっとキャッチした。あっと逆にパンチ。決めに行くのか。バックを取ってコブラツイストに持っていった。ロープに逃れました。いけるか。あっと返した。担ぎ上げるのか。エルボーで切り返す。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。腰落とす。エルボーで返す。攻めてる方法もうかなりきついと思いますね。はい、ネックブリカで叩きつける。そのまま耐え固める。カウント 2.5。 ここでタッチだ。一気に行くのか。頭を掴んですごい音がした。首がダメに持っていく。カウント2で返します。ヒーロックで締め上げていく。腕をフックした。ブレインバスターで叩きつける。引き起こす。ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。カウント入る。カウント2つで返してまいります。うわいてこい。俺の力張りて。抱えた。あと逆に投げていった。カバーした。3つ入りません。ガチッと組み合った。あと切り返した。起こした。アルゼンチンの鬼に身を投げました。すごい顔で打つ。バット逆に返した。逆さ抑え込み。ロッププレイク。キック。
蹴り上げていく。体を預ける。岩壁の母の胸に抱かれました。ここでスイッチ。25分経過。25 minutes past。 逆に捉えた。エンジン蹴り。エルボー強烈。 STF ステップオーバートーホールド with フェイスラッカー。組み合った。コーナーに振った。トップロープを狙う。ハンマーを振りかざす。体を預ける。ここからは大技を 2,3 発持っていきたいですよね。いけるか。逆に返した。打ち込んでいく。膝を壊しに行った。抱き起こす。腰に手を回した。あっと、エビが食べて丸めていく。危ない。カウントリーテイクユー。心の連携が冴え渡る。カバーした。カウントリーテイクユー。そうは簡単にはいかせません。ここでスイッチ。させません。首をかっ切るのか。きちん進化。キーロックで固めていった。ここでロープブレイク。奥歯を噛みしめた。ハンマー気味のパンチ。組み合った。あっと、切り返した。倒れ込んでのラリアット。ガードした。30分経過。30 minutes pass。水平打ち。エルボードロップ強烈。そのまま体固め。カウンター2。返しました。一気にスパークするのか。切り返した。あっと、ドロップキック。場外に移行した。場外に降りる。フィニッシュに持ち込むのか。場外に移行した。ガジェット組み合った。お気をつけください。組み合った。あと、逆に返した。リングに戻ります。ここでタッチだ。リングに戻ります。いけるか。
ロープリフター、至近距離からのラリアット、起こした、ガチッと組み合った、締め上げていった、ハンマーを落としていく、このポーズ、あとうまく切り返した、ガチッと組み合った、小包固め、スモールパッケージ、トゥーカウント、掴んだ、フロントキック、カウント入る、岩壁の母の胸に抱かれました、出すのか、蹴っていった、組み合った、ネックブリーカー、落としていった、コブラクラッチに取った、ミリオンダラーバスター、カバーした、先生を盛り上げる若き仕事に金丸義信が入ってまいります。さあ、驚異のミラクルファイターローキーがオーラを撒き散らしながら入ってまいりました。志賀さん、金丸さん、トリプルスレッドマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。志賀行け。200パウンド金丸、金丸、よしーのぶ、金丸、金丸、220パウンドローキー、ローキー、210パウンド、志賀健太郎、志賀さん、レフリー西永修一、キー、木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。
蹴ってまいります。ロックアップ、ボディースラムで叩きつけます。起こしてまいります。打ち込んでまいります。掴みます。バックに回った。簡単にはいきません。キックを打ってまいります。組み合います。ボディースラムで投げてまいります。キックを打っていきます。行くのか。ロープに振った。ドロップキックを見舞ってまいります。引き起こします。させません。腕を取ります。腕を取ってまいります。フロントからのキック張ります。組みに行きます。倒してまいります。こういう攻め方はうまいですよね。今はこういう攻め方をできる人はあんまりいないですからね。ああ、何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね。コーナーに振った。あと、逆さ釣りにしてまいります。浴びせ毛に強烈。蹴りを見舞ってまいります。行くのか。リング上はコブラツイストの体勢。ロープに逃れました。足を狙ってまいります。浴びせ蹴り、ブロックします。こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。ラリアット気合を入れてまいります。決まり具合どうでしょう。ちょっとずれてますね。ランニングしたのエルボー、このポーズです。ロープブレイク、フロントからのキック。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね。気持ちでは負けられませんからね。そうですね。モンゴリアンを打ち込む。ロックアップ、逆に振り返して組みに行きます。ボディースラム、無人島に着陸してしまった。組み合います。ボディースラムです。意地を打ち込んでまいります。抱えます。打たせません。行くのか。コーナーに振って、ストンピング、蹴りつけてまいります。このポーズです。コーナーに登る、急降下、膝バックだ。組み合います。ボディースラム、スタンディングを取らせます。逆水平を打っていきます。腕を回します。フィッシャーマンスープレックス、返した返した、返しました。これで決まったか。カウント 2.5、 ガチッと組み合った。逆に振り返して、キック、ジャンピングしてのエルボー、抜くのか。反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。すごい音がした。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、エルボーで繰り返す。組み合った、逆に返した。一気に行くのか。さあ、がっちり入ったぞ。これは強烈に決まってますね。引き起こす、顔面蹴り上げる、
キック、ものすごい。フロントキック、フロントキック、膝、抱えた。あと逆に返した。うわ、相手来い、俺のチャー。しがちめで軽動力を絞り上げる。ここでロープブレイク、コーナーに振って。いけるか。あっと返した。変形のストレッチ系に持っていく。ガジェット組み合った。あっと切り返した。逆肩ダイブで一気に決めていった。ロープに逃れました。蹴っていった。リバースで返した。あっと返していった。一気に料理するのか。ブロックした。組み合った。気合を入れた。ロープに振った。あっとスイングしたら DDT。 ブレンバスターで切り返した。頭を掴んで支えません。腕をフックした。あっと逆に投げていった。あっとエルボー、チョップ強烈。いけるか。ロープに振ってトラースキック、喉元。逆に捉えた。あっと逆にパンチ。あっとキャッチした。円錐切り。フィニッシュに行くのか。腕を回した。ああ危ないですよ。垂直落下か。エルボー強烈。起こした。ドロップキック、後頭部。足を殺していった。ロープに飛ばした。トラースキック、フェニックスストラッシュ。3つは入りません。腕を取った。岸壁の母の胸に抱かれました。腕を取った。あと脇が、ここで無念のゴング。
るこの男も新世代革命児秋山純が堂々と入ってまいりました。本日のメインイベント秋山 GHC ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー新日本プロレス頑張れ250ポンド梶田正幸頑張れ頑張れ頑張れ。赤コーナープロレスリングノア250ポンド秋山レフェリー西永修一頑張れ。さあ運命の鐘が鳴った。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。強烈に打ち込みます。リング下に落とします。リング下に降ります。打ち込んでまいります。いや序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。ボディスラムです。リング内に戻ります。フロントに捉えます。フロントから反り投げ気味に投げてまいります。腕をフックします。エルボーを入れていきます。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。行くのか。ハンマースルーをさせない。掴みます。逆に返します。組み合います。アマチュア格闘技の実績を持っていますこの男。体に染み込んでいるその抜群の格闘センスは昨日や今日で身につくものではありません。まさに流れの月日を経て作られた努力の結晶であります。足を殺してまいります。ガードします。抱えます。正面からの投げを見舞います。ローキック。ブロックします。テイクダウン。ストマックに突き刺さります。決めれませんね。マウントに移行します。ブロックした方がいいですね。そうですね、サイドポジションから膝をぶち込んでいく。あっと膝を折っ立てていく。これは厳しいですね。はい、おっと外した。腕をフックした。あっ逆にパンチ。ジャンピングエルボー。うまく切り返した。エルボーを打ち込む。あっと倒していった。立たせていく。あっと耐えた。すごい音がした。すごい形相で締め上げていく。ロープブレイク。抱えた。打たせない。組み合った。ハンマースルーをさせない。ラリアット。ローキック。強烈サイドからの膝蹴り。ガブリの体勢
前に移行した。危ない危ない、デンジャラスな膝蹴りだ。グラウンドドル膝蹴り速射砲。外した。いけるか。強烈に叩きつける。バックに回った。足をフックしてスリーパー。岩壁の母の胸に抱かれました。ノーザー行くのか。逆に蹴っていった。フロント、あーっと引っこ抜いた。フロントスープレックス。抱き起こす。小脇に抱えた。リバースで切り返した。返してまいります。首根っこをつかんだ。させません。あっと、ガブった。外した。つかんだ。膝頭を入れていく。焦っちゃダメですよね。あー、ブロックしてますね。おっと、外した。抱えた。させません。ガチッと組み合った。覆いかぶさって肩固め。外した。腕をフックした。あっと、返した。頭を掴んで、あっと、逆に蹴っていった。あっと、逆に捉えた。バックを取って胴締めスリーパー。ギブアップを宣言しました。